無数の回廊からなるこの奇妙な建物は灰色の岩山に囲まれ国境の荒れ地にそびえ立っている。中心の塔は天に歯向かう不遜な刃のごとく上層に行くに従いその切っ先を細めるように狭くなっている。この石の都には古き神々が住む。時に楼閣上層より下ってきて枯れ野で夜な夜な世界の終焉を歌い上げる。下層部や地下に広がる石の迷宮にはこの地で命果てた巡業者たちの亡霊や名もなき生き物たちが石壁の染みの中から現れ楼閣内をさまよう。国境の向こうには豊穣な大地と数々の貿易都市を持つ太陽の国があると噂され、旅行く者は皆何とか越境の許可を得ようとラボータにやってくる。だが実際には何年待てども越境の許可は下りないのである。遥か昔流浪の民たちがこの地に住み着き、世捨て人のようなこの一族の女たちは雪止まりの楼閣にたどり着いた旅人たちに春をひさぐようになった。塔の真下の回廊に囲まれたこの一角が女たちの香水の香りと疲れ果てた男たちのため息に満ち、いつしかそこは六番小楼閣と呼ばれるようになった。まつろわぬ民を先祖に持つ神なる娼婦たち、越境の夢かなわず覇気を失った男たち、いかがわしい薬や酒を売りつける商売人、気の暮れた魔女たち、それらの人々に混じって神話時代の奇烈な生き物や亡霊たち、忘れ去られた神々や行き場をなくした魔物たち、誰もが口数少なく疲労と喪失感を石の回廊に漂わせている。
皆さんこんばんは、煉獄サーカスです。こんばんは。今宵、こちら東中野のプリズン東京においでのお客様、あなた方はもうさらわれ人です。ラボータ6番小楼閣に夜の帳が落ちます。